演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらの業務スーパークラシッククランチシリアルとフルーツクランチシリアルを食べたいと思います。クランチってことはやっぱり何か違うのかな。フルーツの方がいいのかな。今回はこちらの牛乳を使います。使うか、まあ、ではまずはクラシッククランチから食べてみたいと思います。クラシックってことは昔ながらっていうのはどんな感じなんだろう。こんな感じですね。どんな感じなのかな。では牛乳かけてみます。あんまかけすぎない方がいいのかな。はい、こんな感じかな。では結構一面入っています、ね、ではいただきます。 あら、思ったより甘さがしっかりしていますね。こういうのいいですね。音も心地いい。ほんと、やみつきになりそうです。はい、次はこちらのフルーツランチ、こちらも買っていきますね。あ、さっきのやつ、シリアル来たらさっきのクラシッククランチと同じようなやつ、やっぱりドライフルーツはチラチラ見えますね。色的にはこっちの方が豊かですね。では、牛乳かけていきましょう。こうかけたつもりでも意外とすっちゃって少なくなったりするっていう不思議です。はい、こんな感じです。ではこちらもいただきます。なるほど、いろいろ楽しめるのはあなたの方なんですね。時々硬くて時々甘酸っぱくて、それでもザクザクしていて美味しいです。こちらのクラシックシリアルはシリアルがザクザクとしてコーンフレークとはまた違った食感が楽しめるだけじゃなくて、甘さが意外としっかりあって美味しかったですね。それが牛乳にうまく溶け出すので、最後に残った牛乳を飲むと、そのまた甘さが広がって美味しいです。昔からコーンフレークとかをやると最後に残った牛乳を飲むのが好きなんですよね。自分はなんかこういううまみ甘みが溶け出していて、それが口の中で最後を締めてくれるあれが好きなんですよね、と。そういうのは完全に牛乳の作家パンプになっていますね。で、こちらのフルーツシリアルは先ほどのクラシッククランチと同様のシリアルに加えて、ドライフルーツのバナナ、リンゴ、パイナップル、レーズンなんかも入っていて、それらが口の中でまた違った硬さの食感と甘酸っぱさを口に出してくれて美味しかったです。やっぱり自分はこっちの方が好きですね。シリアルのみを楽しみたい方はこちらのクラシック、それ以外にもいろんな味と食感を楽しめたらフルーツと完全に区別されていますね。どちらも美味しかったですが、やっぱり変化がある方がいいので、クラシッククランチをこちら、フルーツクランチをこちらの点数とさせていただきます。朝ごはんもいいですね、まあ、こんなに一気に食べるものじゃないと思いますけど、それでこぞことし血を調べるかな。早々にうちの職場の健康診断ってだいたい年明け早々に行われるんですよね。で、こんなことやってるが、もう一年不安で仕方ありません。まあ、もしこういうことができなくなったら、またご報告いたしますね。そんなことしたくないですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。